いっぱい来るね。おう、やべやべ。葉桜なのはちょっと残念やった、うん、やっぱ2日間のあの気温高いのが影響したね。うん、またリベンジしない感じゃん。おう、来年だ。あそこになんかバイク止まって撮影してる人がおるね。あ、本当だ。でもあそこは砂利だからちょっと嫌だな。うん、砂利と砂と草と。本当だ。はい、もらいました。もらいました、2人。うん、1人はなんか会釈してる。うん、あー、うん、11度はやらせたぜ。あ、でもね、ハヤブサの外気温だと17度になってるんだけどどういう違い？それ、本当に温度計正しいとこついとる、それ。わからん、どこについてんだろうね。絶対高く出るじゃん、それ。やったー、もらったー。カーブでよくやったな、あの人。うん、俺ちょっと悩んだんだけど、やろうかどうか。やってくれた。やってくれたけど。でもなんか余裕そうだったよ。余裕そうだったね、確かに。うん、だからめっちゃ慣れてるっぽい。うん、下道で帰るでしょ。とりあえず下道でしょ。じゃあまあ適当に、飯屋も多分あるしさ、このまま行けば。了解です。よろしくです。です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 。なんか違うな。ですです。ですです。ちゃ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 。何違う。ですです。ですです。ですです。意味が分かりませんけど。何語ですか。分かりません。うわ、怖、この道。そうね、トンネル手前で、うん、あんだけカーブあるのは、うん、ちょっと怖いですね、うん、これ昔のトンネルだよな、本当に。じゃないの。うん、いつ作られたとか書いてあると思うけど、それ見えんから。このカーブのトンネルの中のカーブって怖えよな。ねえ、うん、ちょっとえって感じで、うん、いやー、ちょっとここの通りで桜期待したんだけどな。残念でした。さすがにやっぱ2日間のあの気温の高さはダメだったか、うん、葉桜言ってましたね。うん、残念でしたね。ほんと嫌よ。また来年ですね。はい、来年リベンジ。やっぱりね、雨が降ったんですよね。僕が行こうかなと思った時に雨だったんですよね。あ、先週のこと。そうそう、雨男ですね。本当だよ。本当雨男だわ。もう本当先週だったら満開だったの。本当に満開になってすぐだったからさ、あ、ベストだと思ったのに、あんだけ雨と風で。わあ、すごい。このどう撮ろうか。どうやって撮る。それで撮る。どうやって撮る。いやー、これはさ、やっぱ外みたいな感じで撮るか、斜めでしょ、やっぱ。この辺。その辺です。そうそう、そっちで、そういう向きで、やっぱトトロっぽくじゃない、やっぱ。うん、ここでいいか。ここでいいかな。うん、分からん。ちょっと待って、一回見てみるね。よっ、ああ、そうそう、そういう感じでいいような気がする。めっちゃええぞ、それなあ。わあ、トトロ。トトロ？トトロ、どうしたらいい。トトロっぽい。トトロっぽいんだって見りゃわかるけど、バーコードの読み取り成功って出てたけど、何のバーコード読んだ。知らん。何のバーコード読んだんだろう。知らん。え、何、どこにバーコードあんの。え、何のバーコード。今しまった、 URL 開けよかった。ほら、こんな感じ。トトロっぽいだろう。ほらほら、トトロ。なるほど。
もうメットつけて入っちゃおう本当はいかんのだけどメットつけて入ったらよいしょ、入ったやべやべ、やっぱ外そうよ、うん、よし、行きますか。撮影ってめっちゃさ、めんどくせえんだわ、思ってる以上。簡単ではないよ。だから休憩したくないのはね、撮影機材を外してセットし直すのがめんどくさいからやる。それはわかるよ。いや、極力休憩したくない。松川桜はさ、ほんと1日のタッチの差で散っちゃったんだ。くっそ。だって金曜日にはすごい綺麗やったもん、あの画像見る限り。金曜日に綺麗で、今日土曜日な。午前中だぞ、一応。ほんと24時間経ってるか経ってねえかじゃねえか。まあ、それだけであの状態ですよ。まあ、それが桜なんですよ。すぐ散るからいいんですよ。ちょっと残念やったな。ちょっと期待したんだけどな。まあまあ、仕方ないです。はい。諦めましょう。高速で行く、下道で行く、高速で行く、下道で行く。高速で。ナビは高速で。じゃあもう高速で行こうか、そのせすらぎまでは、はい。無駄に下道通っても疲れるだけだし。ああね、うん。銀ちゃんは高速の方が多分。銀ちゃんは絶対高速だよ。うん、間違いない。でもまあ言うて、ロードバイクだからワインディングもお手の物だから。ああまあね。でも高速の方が美味しいよ。美味しい。美味しい。美味しい美味しい。美味しいっていう表現になるんですか。美味しいって表現です。これが2位半とかだったら下道の方が楽しいんだろうな。ああ、ごめん、有料道路なしでも7分しか違わない。そうなの。じゃあもうそのまま真っ直ぐ行くか。はい。なんでだろうね、よくわかんないけど、この速度で本当に7分しか違わないのかな。わからない、わからない。むしろなんかすごくいいかも、いいかも、いいかも。が道が、道が、道が、うん、道の何がいいの、道の何がいいの、難しいこと言うよね道の何がいいの、バイクに乗ってて道の何がいいのって、道がいいんだよいや、道がいいって言うから何があって単純に何があって道がいいの。また来たよ、2台、停電、うん、来たね。あれはどっちでしょう、してくれるかしてくれないか。してくれる、してくれる、してくれた、はい、してくれました。やったね。はいはい、チャリンチャリンもらいました。チャリンチャリン、お金じゃないんだから。いいんですよ、1夜営ごとに寄付をせないか。ああ一夜営ごとに。なるほど。そうだな、一夜営チャリンチャリンって本当に一夜営ごとに募金できたらいいなちょっとまだいろいろとお金がないから、自分らに寄付してもらわないかんぐらいだけどまあね、懐に余裕ができたらやりたいな。イエーイ、やりましたぜ。うら、はやぶさに挨拶しないのはな、やっぱバイク乗りとしてありえんからないやいやいや、なんでそこがそうなるんですか。これは日本のフラッグシップですからね。まあ、タメを張れるのは川崎金の H2 ぐらいかな。 H2 だね、そうだね、うん、まあ、そこは鈴金と川崎金で対決してもらわない。写真を撮ってるこの人、桜とおめでとうりょー、かっこいいなトライアンフじゃん今多分。あ、そうなの。 あとバイク見てなかったな。あれは多分トライアンフのタイガーだと思ったけど、まだ適当に行ったかもしれない、うん、動画見たら違う、後で見ないとわかんないみたいな動画見たら違うじゃんあれれ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 、2人もらいました。もらいました。でこけてずっこけたら、もう俺はここででっかいの。やめてくれそんなあ、やっぱ高速より楽しいな、この道の方が。野営しながら、野営しながら。だって野営なんか高速ではできないじゃん。ああ、そうだね。確かに。高速は。高速は無理だろ。反対車線なんて、うん、まあ、かまってられねえし。反対車線、そうだね。ねえ、センターラインで。出てないかもしれんしね。高速なんてさ、対面通行でも、まあ、野営はなかなか厳しいですよ。うん、確かに。お、いいね、この道。いいですね。いいですね。ああ、そうだね。この道最高ですね。これ最高の道じゃない？バイクとしては最高じゃん、この道。でも言うてさ、うん、この左側のさ、うん、道路が結構補修されてたり、ちょっとガタガタになってたりっていうのがあるよ。真ん中走る分にはいいけど。おお。やったー、もらいました、やい。しかしバイク多いな、ここやっぱ。多いね、皆さん。ここぞとばかりに走りに来てますね。やっぱりみんな今から名古屋に帰るんだぜ、これ。なんで？やっぱせせらぎって帰るんだよ。俺たち逆にせせらぎ街道で誰も野営してくれないっていうかさ、野営に合わないで、バイク合わない。混んだろ、今から、今の時間から。かもね。うわー、前めちゃくちゃ来ますね、バイクが。うん、
やったやった。オッケー。やっぱ勝てやろう、勝て。うん。じゃあ、パンチパンチ。こう、パンチパンチ。パンチ？その男の人やったらいいけど、女の人やったらなんか、あれじゃない？女の人は平手打ち。パン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 。厚抜き峠って書いてある。1000メートルもあるんだな、ここな。道理で寒いわけだ。ひんやりヒヤヒヤしてるからね。え、あんま変わってないよ。あ、そう。さっきの蕎麦屋さんのとこよりかは下がってるけどね。うん、気温今11度なった。11度。うん、寒いですね。さっきは14度やって。松川桜と一緒じゃねえかよ、11度。そうやね。それバイクの気温で11度。そう。いや本当に11度なの、下なんだな、多分。早い早い。早っ。おお、あれはもう完全にスポーツ走行してたから、もう完全に。そうだね。早っ。すごい。あれはね、やばいね。もうガチめちゃめちゃ慣れてますね。ガチで攻めてたね今。ていうかこんだけ風強いから怖いけど、まあ、まあ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 、みんなせせらぎってくるわけですよ。ね、多分ね。しびれが。やっぱさ。こんだけ知ってるのは良くないね。良くないね。アクセルひねると痺れるだ。良くないね。いやでもこの道はなんかこういいね。真夏にもっと青々としてる時に走りたいな。その時はまた多いでしょうね。もうバイクだらけだろうな。ただでさえ今日バイクめっちゃおったやん。おったね。車が1台なんか止まっとって、なんかやっとる。何してんでしょう。わかりません。殺人事件の予感がする。なんですって。コナン。ペリン。何をしてるの。生きていればどっかに事件が起きるんだよね。そうだね。生活してるだけで起きてるよね。もうやばいね。もうさあ、この人は依頼してくれるか。してくれなかった。ない。期待してくれた。うそ。本当はちょっとこうね、こうやってやってくれた。そうなんだ。ああ、私には見えませんでした。なんて言ったって目がスポーツですからね。目線が低いんだよ。あー、目線もそうだけど、正面でさ、確認できないと分かんないんだよね。なるほど。そう。お、気温9度だって。やばい。気温9度。下がってる、ね、下がってる、下がってる。やばい。気温9度。寒々しいもん、景色が。景色はまあ、まだそうだね。バイクも来なくなっちゃったよ。何が？バイクも、すれ違わなくなっちゃったよ。来たね、来たね。やえやえ。あれ、してくんない。してくれた。後の方でここで目があったよ、あの人と。目と目で通じ合っちゃった。通じ合う、うん、目と目で通じ合うって歌があった。そうですか。なんか昔あってね、そういう歌。はい、ありましたね。誰の歌だったっけ。いやもう忘れた。中山美穂だ。おにゃんことか。あ、おにゃんこクラブ。世代違う、世代でしょ。お、世代。目と目で通じ合う。そこしか知らんけど。うん、松本伊代とかか。松本伊代。まあもう全然わからんわ。違うかな。もうアイドルでずっというのは間違いない。俺らのアイドルはもうおばさんじゃなくておばあちゃんですよ。なんで俺らが小学校の時にアイドルはもうおばあちゃんだ。でも言うて10個ぐらいしか変わらないよね。10個も違ったのもおばあちゃん。まあ今の60代はそんなあれじゃないじゃん。おじいちゃんおばあちゃんしてないじゃん。おじいちゃんおばあちゃんはしてないけど、うん、まあおじいちゃんおばあちゃんじゃん。昔だったらそうかもしれん。昔はだってさ、俺の年でももうおじいちゃん。そうだけど今の人ってね、若いよ。栄養がいいね。栄養が七森清美。七森清美っていう道の駅、この辺。ああ、そうなんだ。そうです。今七森って書いてあった。夜道の駅。まあまあ手がビリビリするんだろう。うん、する。寄ってこうよ。うん、あそこだ、右側にある。俺が SSTR でちょっと通りたいルートを逆走してんだよね、実は。ああ、そうなんだ。そう、せせらぎ街道も通りたいんだよ、実は。下見ですか、じゃあ。下見ではないけど、まあ必然的になんか下見になった感じ。これ駐車場右左あるんだね。駐車場右左、まあ、うん、どうやろう。まあ、うん、バイクは真ん中だよ、どうせ。あの屋根のついてる真ん中辺、うん、真ん中的左側にある。左側の方だね。七森清美っていうところの看板の隣側、うん、ライダー専用右になっとるやん。あ、右じゃん。嘘言うじゃん。嘘ついて。嘘つくのな、ほんとに。まあ嘘ばっかやん。
困ったやんな。屋根があるところって言って屋根ねえし、嘘つかれた。屋根全然ないし、青空駐車やんけ。あ、これ逆向けて止めたいな。じゃあそこで、そこ入ってて、お頭から、それ多分坂道になってるからさ、反対の方がいい、うんうん、だからこうしてバックしてきゃいい。そうです、よいしょ。さあバック、よいしょ、よっこでしょ。ドアー、さあ着いたぜ。さあ頑張れ頑張れ。俺はもうバック終わったぜ。うん、知ってる。微妙にちょっと盛り上がったりしてるもんね。ここはあの頭から突っ込むと後で大変で、出る、えらいことだ、えらいことになる。めんどくさいんだよ本当に。これデザインで選んだから仕方がないんだけどさ、それはね超めんどくさい本当に。うん、めんどくさい。教習の時に特に思った。みんなカチってすぐはめてくのにさ、自分だけ遅いから、もう前もって、うん、みんなよりもめちゃめちゃ早い段階でさ、うん、もうヘルメットとかすべて準備整えとったもん、うん、他の人にどう思われとったか知らんけどね、めっちゃやる気じゃんって思われとったかもしれんし。あ、危ねえ。何？そしたら危ねえ危ねえ、こけそうになった。危ないな。危ねえ危ねえ。右ね。はい。あ、曲がってる途中で演奏したでしょ今。そう、曲がってる途中で演奏したからこけそうになった。危ねえ危ない。危ない。本当危なかった今。曲がってる途中の演奏はマジやばいよな。うん、もうはやぶさでやったら絶対アウトやね、これは。今の感じでやられたらはやぶさはもうやばい、うん、やばかった。うん。うん、やってくれたぜ。本当？ハーディーだからって言ってやらないのはダメだよ。いや、うん、そうだけど、ちょっと他に聞いとられた。また来たぜ。やえ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 。やえやえ。あ、タンデムしてる。タンデムしてた。おう、なんかヘルメットが2つあると思う。うん、せせらぎってきたな今。さあ俺が来たかったせせらぎ街道、どんなとこでしょう、うん、どうだろう。めっちゃ楽しみなんだけど、せせらぎ、いや行くぜ、せせらぎってこういうな、せせらぎだ。イエーイ。なんだよ、なんか突っ込め、なんか突っ込めよ。今の無言はちょっと照れるじゃないか。いや、テンションがさ、異様に高いからさ、私どうしたらいいのと思ってさ、ね、ちょっと異様に高かったのはちょっと。いやどうなんだろう、せせらぎ街道どうだろうね。言うて、まあ、山道、言うて山道、うん、まあワインディングメインってとこですかね。そうそう、はい。バイク乗ってる人には結構人気がある、うんうん、前の方に2台おるよ、うん、さっき信号待ってる時に通り過ぎてったバイクだから。まあこの時間反対側から今夜のな、さすがに、うん、どうでしょうね。もう帰宅だもんで、まあ、ポツポツポツだよね。もうやべやべ、スピードがもうやべ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 ちょっとあのバイクに追いついて 4人マッス、うんうん、あれちょっと遅いからさ、女の人が混じってない。そうでもない。いやどうだろう、はやぶさにぶわれたとビビるからさ。逆に俺ら道ずられたら困るよな。いや俺らそんなスピード出さないんだけどみたいな。まあ確かにな。一応ヘルメット初心者マークまだついてんだけどね。そう、そんなとこ誰も見てねえよ。見えねえし。そう、見えないよなと思って。こっから見ても見えねえんだから、見えるわけねえじゃん。そんな、そうだからどうしようと思って場所変えないかんかな。あ、くせ、うん、今度は臭い。飼料の匂いです。今度は臭かった。いい匂いじゃなかった。あ、くせくせ。これぞまさにザ山の匂いだね。でも言うてそこまで強くないけどね、うん、春先の匂いだ、うん、ちょっと田舎の、まあ、これからね、うんうん、そう、畑を耕したり、これからさ、作物を植える時の匂い。あんなとこラーメン屋があったし、あ、中華そばってあったね。本当に中華そばなのか最近疑問なんだよね。いや、わかりません。もはやもう日本の飯のような気がするんだけど。まあね、中華でもなく、ジャパニーズソウルフードですかね。そうです、ジャパニーズ B 級グルメです。バイク、今女性の人だったね。大体女の人が後ろにいるんだけどさ、うん、男女ペアの人たちって、うん、まあ別にそんなのいいじゃん。なんで？多分旦那さんが
ポジション取りして、要は安全なルートを選んで、女の人がその後ろついていくのがいいのかもね。うち逆やん。だって俺こけられると怖えやん。まあね。だって前科があるじゃん。そう。俺がさ、そういう動きしたからついてこんでもいいじゃんとか思う。あん時だって急だったしさ、私も、あ、止まらなきゃいけないし、みたいな。どこに止まるこのスパード状態で、みたいな。まあ、いろいろ重なったが、しゃあないやん。まあ、しゃあないけど。あ、これめっちゃ快適、やっぱ。あ、そういうあれじゃん。玉沢さんはずっと前やん。あ、そうだっけ？そうだよ、玉沢さん前。おぉ。ずっと前、あの人。そうか。そう。ほぼほぼあれ、玉沢さんメインじゃないの？玉沢さんメインだね、あれ。もしもし、繋がってません。あ、データ。あ、データ。データ。俺が勝手に一人で喋ってるだけや。いや、私も喋っとって、あれ、返事が返ってこうと思ってさ。これあれだな、お互いに、マイクつけて、録音しといて。うん、何を喋ってるか。何を喋ってるか、後で答え合わせしたら笑うよな。あ、こんなこと喋っとった。そう。いや、それね、今までもよく思ってたんだよ。それがまさにザ・噛み合わない。確かに。案外いいかも繋がってない状態でお互い喋ってるかもしれないね、そしたら。そう。うん。そうなんて。いや、これ夏来てえな、これは。これは夏に来たい。これはね、冬じゃないな。夏は、まあね、夏っていうか、新緑、梅雨入る前あたりじゃないの。うん。真夏でもこれ涼しいよ、隣川なんか出てるよ。最高だよ。流れてるけどさ。いいよ、これ。でも朝の早い時間の方が私的にはいいかな。いや、でもこの道は快適よ。ほら。どうすか、これ。これはせせらげるしかないでしょ、夏に。せせらげる。そう、せせらげる。ちょちょ切れるじゃないよ。やった。やってくれたぜ。イェーイ。イェーイ。イェーイ。おー、いい倒し方。うわ、マジでいいじゃない。びっくりした。俺らもさ、ここら辺で受けようか。先行ってもらおうか。はーい。あ、タンデム。もう一台。よし、行こう。もう一台。あ。テスラギガイド逆走チームいるもんだね。うん、いたねー。うん、抜かされたけど、あ、抜かしてもらったけどが正しいか。抜かしてもらったっていうのが正しい。いや、この道マジでいいわ。俺は好きだな。まあ、そこまで急じゃないからね、カーブが。すごい気持ちよく走れる。いや、今4。これ3。3?3。3じゃないとギクシャクする。やばいよ。すごい。5。いいよな、早草。4年でもいけるのかもしれんけど。3と4と2をガチャガチャやる。2も使うからね、時々遅くなると。ああ、まあね。うん。うわ、だいぶ倒してたな。俺らも倒すな、ここ。倒さない曲がれんわな、これ。ああ、曲がれん。曲がれる？曲がれるわけないじゃん。倒さんと無理だぞ。こんなところ直立して曲がれるわけないでしょ。逆に突っ込んじゃうわ、さ。後ろ2台おるわ。あ、ほんとだ。ああ、じゃあ避けてもらおうか。早いなぁ。あれは早いね。早い。もう、まあ、ガチだったね。ガチだね。ガチだったね。まあまあ言うて、私今日だいぶ倒してんですけど。倒してると思うよ。結構うまいこと走ってるよ。うん。それはだって慣れてきたらできて当然だから、そこまで言わないよ。だいぶ乗り慣れてきたなとは思うけど。うん、むしろアッキーみたいなのが珍しいんですよ。逆に難しいからね、直立曲がりって。あ、うん、体重移動線。なんか、体重が止まってる。落としたんだろう。わかんない。あ、止まった？何なんか落とした？あ、落としたんじゃない？なんか後ろ見て探してたっぽいから。あ、そう。なんか落としたような雰囲気だね。さっき、うちら抜かしてた人じゃん、後で。あの人？うん。で、一人の人が U ターンして向き変えて戻ったよ。あー、そういうことか。そう。だから何か落としたんだよ。田中一号線って書いてある。田中一号線、なんだそれ。違う、一号橋。なんだそれ、田中一号橋って。なんだそれ。個人名義のあれかな。おう、鈴木じゃあ二号橋を作らなきゃ。笑える。佐藤3号橋。あ、これ田中2号橋。お、田中2号橋。お、もしかしたらあれじゃね、田中さんが寄付したんじゃね。ああ。すげえな。かもしれんね。かっこいい。自分の名前残したけど、でも田中ってのが残念だな。そうだね。どこにでもいるからな。ゴード橋。そこは下の名前をつけないかんな。お、確かに。せせらぎ街道、まだ続きます。
お、貸別荘だって。うーん、色々あるね。そうだね、夏はいいよね。夏はいいね。今の時期は来たくないけど、うんうん、今度はパスカル清美だって。はい、はい、さっきは何だったっけ。あ、もう忘れた。あ、七森清美忘れんって言ったのにもう忘れたよ。あ、もう絶対忘れてるよ。次のパスカル清美って絶対覚えたって言っても絶対忘れてるに。この七森清美を見たらまたパスカル清美って何だったっけって。そうだよ、うん、覚えてるわけないやん。よう分かりです。あ、そうでしょ、これ P って書いてある。そうそう、これこれこれがパスカル清美だ。バイクあんまいねえ。あ、いっぱいいない、いるよ。いたね、いるじゃん。わ、あの銀色の何、あの銀色のホンダってあれじゃない、限定車じゃない、タンク銀色のやつ。知らん、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 ない、詳しくないんだよ、知らん。まさに銀ちゃん、銀ちゃん、混同するわ。銀ちゃん、これも銀ちゃんですけど、じゃあこれ黒ちゃんだな。黒ちゃん、黒ちゃん、いやー、黒ちゃん、黒ちゃんです。いやです。うん、銀ちゃんはあれだよ、万田銀次郎だよ、銀ちゃん、トイチの銀次郎。いやだな、まだか。どうしたの、まだか。ああ、まだ長いんだよねって。もう休憩したくなった。いやー、しびれるからさ。じゃあさっきのパスカル清美に寄った方がよかったか。パスカル清美。いやー、でもそうそう遅くなるよ、もうそろそろ4時だし。郡上まではちょっと行きたいね、とりあえず。そう、ガソリンも入れたいし、郡上で。うん、もう半分切って来たね。240キロ走ったね。あと走行可能距離131キロもあるそうね。おー、すげえな。燃費がいいってこと？燃費がいい。ああ、初だよ、この燃費の良さは。やばい。ああ、そうなんだ。そう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 。それって私がそんなに気に入らんからじゃないの？今日渋滞もなんもないしさ、ほぼ一定速度だもんでね。そうそうそう、それはいいよね、燃費。こい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 。こいめっちゃ景色いいの。よー、抜かしてってくれた。うーい、こい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 、景色がいいとか、もう無理無理。景色いいじゃない、無理無理。すごいね、タンデムね、あんなひらひらと。なあ、しかもこんな急カーブな、急カーブの急坂、うん、ようやるわ、すごいよ、感心するわ、素晴らしいですね。あ、無理や、そんな当分。でも交通ルール違反してますね、黄色いあの線をまたいでいけませんよ。確かに、かなりこれ U ターンだぜ。うん、カーブ深いって書いてある。落とさんでも大丈夫。うわ、調子こいてますね。え、調子こいてますね。いや、ちょっと落としすぎだなと。もうだいぶ疲れてきたね、あなた。お手手がやばいみたいなですね。そうなんですよ、お手手ビリビリくんですね。ビリビリくん、あとちょっとですね。あとちょっとってどのぐらい時間で。あと35分。ちょっと、それが。35分があって、あとちょっとですか。あとちょっとです。あ、まあ、まだあるよ。まあ言うて26キロ。ちょっとガソリンスタンドに寄りたいですね。うん。ガソリンスタンドに寄りたいですね。でもこの辺なくない？ああ、郡上に行きあるから大丈夫よ。ああ。当たり前ですよ。ちゃんとリサーチ済みですから、大丈夫です。お、珍しい。いや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 、私もさすがに郡上八幡ぐらいは知ってますからね、いくらなんでも。いやいや、ちゃんとあのスタンドを探してるのは、いやいや、いい意味で。いや、スタンドっていうか、郡上に行けばあるって思ってるだけでないかもしれない。ああ、そういうこと。いやいや、あるあるある、大丈夫大丈夫。郡上でなかったらもう大変だよ、本当に。うん、いくらなんでも。そうよ、うん。あ、やばいですね、足もやばいですね、あなた。あの足のプロテクターやってるとさ、ああ特になんだって。ああ、まあまあ確かに曲がりにくいからね。いや、ずっと曲げてるじゃん、膝を。伸ばさないとちょっと痛くなるやろ、うん、プロテクターのあれで。そう、まあそこでアメリカンバイクですよ。いや、あれはもっと無理だな。あ、そう、あの前に足を投げ出してるような感覚だからさ。ああ、逆にあれ私は苦手。ほんと、俺別にどんなバイクでも運転できるけど、俺が苦手なのはそういうバイクやね、はやぶさみたいな。まだ逆にこういったの方がいい。俺はそれらよりもアメリカンバイク、ドラちゃんみたいな、うん、まだこれの方がスッと足を下に出せる。なるほどね、うん、まあドラちゃんはいろいろとあれだからな、スピードも出ねえし、まあ、うん、そもそもが 400cc よからね、うん、本当は郡上に美味しいスイーツの店とかあるんだけどね。ああ、そうなんだ。そうそうなのよ。でも今日の目的は郡上じゃなかったからね、うん、だいぶ俺も疲れてきた。ちょっと左膝が痛い。なんで、なんかあった。あ、なんかあった。いや、
あ、プロテクターの多分ゴムの部分があれかな。あ、じゃあちょっとどっかでやっぱガソリンスタンドによって休憩せないかんけど。しまったな、さっきのパスカル清美に売ればよかったな。やっぱ失敗したね。やっぱああいうところがあるイコール休憩しなさいってことやね。そうそうそうなんです。あの辺の時はまだ行けるかなと思ったんだけど、うん、まあまあ距離走ってるね。まあ言うてもう250キロ走っとるからね。俺もだいぶ足がやっぱ痛いからこうやって蹴ってんの分かる。いや見てないあ見てない見てない。3台イエイ。こうやってさ、ミラーで見るって分かる。こうやって、こうやって、ほら。こうやってやって。コサックだ。え、まだボンちゃん大丈夫でしょ。大丈夫だけど、足はやっぱ痛いよ、同じ格好しとって。ああ。安陽が痛いですよ、安陽が。こりゃ。なるほどね。ちょっとなんか風が強くなってきたね、この辺。うん、強い。まあ、下に降りてきたんで。気温は15度だよ。ここのスタンドで入れても、休憩しようと思っても、なんか、まともな休憩所はないかな、うん。コンビニ併設のガソリンスタンドはいいけどな。ああ、まあ確かに。あ、ボコ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 あ、この辺はやっぱ緑多いね。うん、やっぱりさ、全然気温が違うの。変わるね。暖かくなった。冬の景色からさ、初夏の景色に変わったよね。うん。なあ。すごいね、こんだけ。あ、そんだけ変わるんだな。面白いね。下り急カーブだって。はいはいさ。はいはいはい。ボコボコ、ボコボコ、ボコボコ、ボコボコ。ここはボコボコじゃないよ。もうさっきの橋はボコボコだったぞ、ね。うん、さっきのとこはね。やべえぞ。お、道の駅が、道の駅が近づいてきましたよ。休憩しますか。うん、どのぐらい？あと多分1、2キロ。はい。名前がわからん。道の駅、明宝。明宝ハムのとこ？そう、明宝ハムの明宝。はい。やっぱりいい感じであるね、道の駅ね。そうだね。うん、やっぱ休憩しろってことなんで。さあ、バイクを見に行くかな。道の駅でどんだけ止まってるかね、うん、さっきのパスカル興味は全然いなかったからね。ああそうだね、せせらぎ街道って書いてせせらぎ街道だからこそいるはず。さあ間もなくです、この辺です。おここありましたね、明宝ハム。どっから入る？もうちょい先です。はいはい、まあさっきのところに向かったのかな、まあ、分かんない。バイ止めるとこだった、分かりません。あった。おお、いい感じじゃないですか。どうやって止めようかね、うん、一番向こう行こうか。向こう？どこ？どこ行くよ？ん？そこ止まれる？間開けてだけど。いいよ。でそこ止まろうか。うん、隣のバイクこかさんでよ、ママ。自分のバイクこかして。頼むよ。でも間、こっちの方が空いてるから。そっち止めて。あーいしょ。よっと。ガソリンスタンドに行きますぜ。うん、右左？もちろん左、右に行ったら戻ってしまいます。高山の方に。はい、すっげー。なんだこのナビ、どこへ案内する。ここからかよ。マジかよ、これ。おい、来た？大丈夫？大丈夫。届く？届く。届かんかった。じゃあ行きますね。うん。お。あ？珍しい電車が来た。うん、来た。オッケー。溝が嫌だね。オッケー。はい。お、電車が来た。いや、可愛らしいじゃん。わあ。
ね、ローカル、おーローカル線まっすぐ、まっすぐだねここは。おーい、おリッター27キロも走った俺やべえ、リッター27はやべえよな、多いね。おー